共に信頼関係を築いていくことができる、そう確信の持てる会談でありました。トランプ次期大統領はまさに信頼することができる、信頼できる指導者であると、このように確信を立ちました。会談はトランプ氏の自宅があるトランプタワーで1時間半にわたって行われました。安倍総理は会談後、記者団に対し、信頼関係を築けると確信を持てる会談だったとした上で、時期を見て再び会談することで一致したことを明らかにしました。